んにちは。僕の名前は住吉匠、葛飾区の中学1年生です。趣味は本を読むこと。中学生になったので世界にも目を向けて、英会話や新しいことにどんどんチャレンジしています。平和は人類が生きていく上でとても大切で、全ての事柄につながるワードです。人や動物、生き物や植物、地球に住んでいるみんなが安心できる環境を作ることで、笑顔があふれる世界が作れると思います。そのために提案します。僕は大人たちが地域や国、世界でやっている会議と同じレベルで子ども会議を作ります。子ども区議会議員、子ども都議会、子ども議員や日本の代表である子ども首相がいて、日々子どもたちのことを子どもたちが主体的に考える。子どもたちの生活や未来は子どもたちで作る。世界各国でも同じことを行えば、子ども国際会議を開くこともできます。子どもたちがいろんな意見を発表し合い、明るい未来を作り上げていくために話し合うための子ども国際連合組織を発足しよう。世界の国々の子どもたちが交流しながら成長し、その国々の子どもたちの問題を知り、助け合っていくことで深い信頼関係が生まれます。そして10年後には子どもたちも立派な大人になり、これまで築いてきたつながりと広い視野で友好的な外交を行え、世界中の仲間と共に新しい世代をリードしていけると思うのです。世界中が子ども時代からつながれば、大好きな友達を傷つけることはしない。友達から何かを奪いたいとも思わない。一緒に何ができるかを考え、お互いの未来にとって良いものを共に作っていくための行動ができる。国という境はなくなり、一つしかない地球を大切に守り、家族のような関係を築くことができます。このアイデアが生まれたきっかけは、海外とのつながりが大切ということを教えてくれ、世界の子どもたちとの交流をサポートしてくれるマリンチルドレンクラブの中での定期子どもミーティングからでした。やりたいプロジェクトや活動の内容、勉強会の計画を年齢で話し合う中で、年下の子たちの意見や発表も毎回素晴らしく、新しい企画が次々湧いてきます。この経験を通して、子どもでもいろんなアイデアを出し合えば、周りを巻き込んで何でも挑戦していけるということを学びました。世界へ目を向け、世界中の仲間とつながって、みんなで平和な未来を作っていきましょう。